おはようございます。今日は意外と目覚めがいいかもしれないです。今日はですね、リーグ戦開幕です。気合がすごい入ってます、ね、しっかり準備して行きたいと思います、ご飯もしっかり食べていきます。今日必ず勝つぞ。よっしゃ行こう。よっしゃ。テイク2です。はい、試合会場向かっていきます。はい、今日目標はマネと失点。マネさん、今日 の歌の目標は。歌の目標誰があるしてや。毎回このくだりなんだ。はい、では試合に向かっていきます。今日悔しいな。いや、出れただけマシです。めちゃめちゃ悔しい、俺は。ネガティブですか。いや、めっちゃ悔しい。出れただけいいじゃないですか。まあ、出れただけね。次も頑張ろう。頑張ろう。ええ。はい、帰ってきました。今日はですね、結果は1対1のドローでした。で、まあ、チームとしてはね、やっぱり勝たなきゃいけない試合だったんですけど、まあ、最低限のね、勝ち点1は取れました。で、ね、また来週リーグ戦があるんで頑張っていきたいと思います。で、ね、個人としてはやっぱりスタメン落ちをしてしまい、なんて言ったらいいんだろう、まあ、すごい悔しいです。とにかく今まで練習試合はずっとスタメンで出させていただいて、今回公式戦で自分が外れて、自分に一体何が足りなかったんだろうとか、今までの練習試合のどこがダメだったんだろうとか、まあ、すごい反省をするいい機会にはなりました。ただすごいメンタルやられました。まあ、それでもスタメンで出てくれたチームメイトが頑張ってくれて、なんとか今日は勝ち点1をゲットできました。で、僕も途中出場だったんですけど、最後のアディショナルタイムに同点に追いついたんですけど、まあ、その1点の起点にはね、慣れたんで、まあ、そこはプラスに捉えるとともに、やっぱりスタメンを取らなきゃいけないと自分は思っているんで、次のね、練習からしっかりまたアピールしていきたいと思います。頑張ろう。今日も動画見ていただきありがとうございます。では皆さん、またShow is captivating me, but don't think that I can see.
try